っております。見ていただいてもね、チェックをしていただいて感じですね。これからですね、電柱にこの線をこう引っ張る作業をしていただくことになりましてですね、今こうやって皆さんが準備をしております。すごい大工事でございます。いやすごい、めっちゃ楽しみ。どんな感じなんだろう、緊張するな。今打ち合わせが終わったようでございまして、これからちょっと作業に入るんじゃないかろうか。皆さんがちょっと慌ただしくちょっと動き始めましたね。うわあ、かっこいい。すげえかっこいい。めっちゃ上がってる。すげえ。手際いい、すごいな。やっぱり匠の技でしたよね。さすがですよ。もうこう屋根ばつっぱがよくね。屋根、ね、あ、ここですよね。そう立てて、今こうやって通していただいたので電波がね通るようになってきたら電気も使えるし、電波も舞台はできたもんね。もうそうですね、もうほぼ完成です。ほぼ完成。あ、すごい。線が、お、線張ってる。うまくインフラがこう通ってくるとやっぱりちょっとこう山もある意味違う第二のこうステップに行ってる感じがしますね。近代化というかね、なんかそんな感じがする。すごいな。いや、すげえ、電線がついた。すごい。
今一つこう一箇所ですね、三本立ちました、立ちました、通りました。いやすごいわ、こうやって本当に皆さんがやっていただけるの本当ありがたいです。ありがとうございます。本当佐伝光さんが雨の中本当にすいません、ありがとうございます。こうやって一つ一つおとなしテラスができていくんですね。皆様もぜひおとなしテラスお持ちしておりますね。お、次の場所に皆さん移動するということで、はい、ということでございました。皆さん本当にありがとうございます。本当に感謝でございます。ではまた皆さん近況報告いたします。バイバイ。